さあエース対決はこれが今日の試合5試合目。センター大きい大きい越えた、サヨナラランナー3塁回った、ホームはクロスプレーだ、帰ってきた、エース対決を制したのは村上、智弁学園サヨナラ初優勝。阪神戦は1試合に登板しています。おセンターに抜けていきますピッチャーの村上。前田さんも思わずおっという声が出ましたがそうですね、はい、まあ、あの初スイングじゃないですか彼の。そうですね、でもね、だから、まあ、構えはね見ても、まあ、それほど悪くない構えでしたからね、はい、まあ、スイングを見たんですけど、